はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケディです。エイリアンアイソレーションの続きをプレイしていきたいと思います。前回は、キーカードまでは取ったんですけどね、その後やられてしまったんで、またここからキーカード取りにもう一回行かないといけないですね。いやまずアイテムを取ってここまでは OK。ここを閉じておこう。はい。で、マップ更新して、で、ここは何にもなかったはずだけど、一応、アイテムだけは。で、ここはないか、分配器。閉じ。怖い。で、ここに確か、OK、ここまでは OK。 右にいる。入る入る、向こうの部屋に入っていった。前回は早く出過ぎて死んだんで、ちゃんとこれで、よし、向こう行った。ここは閉じる場所なし。はあ、スピーカーオン。パソコン。来てる来てる。パソコンもまともに。これもし僕現実世界で自分だったらもうロッカーから絶対出ないですけどね。後ろにいるな、まだ。
ちにでもこいつを、よし向こう行け、あい、ん、これはさっと、VV じゃない、これこれこれだ、これは、あー、こっち側から変えたらいいのかな。でも A の27と A の26がちょっと気になるけど無理だな。でまあそこにセーブポイントあるんで、来てない、スピーカー鳴らして、よし OK、 セーブセーブセーブ、おう、オッケー、これで、あ、いるいる、帰るだけなんだけど、あ、ほう、美脚美脚だ、エリア、ほう、待ってこれ、まっすぐ、ほー、でこのまっすぐ行った部屋にセーブポイントあるんで、怖い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 、敵が近くにいますって出た今チラッと、オッケー、はいはい、あ、これなんだ、これやったっけ、あ、やったやった、まっすぐ行ってダクトに入ればいいんだ。後ろにいるな。ああ、今のうちに早く、で右だ、よし、帰ってきたよ。あれ来てる。Damn you, Coleman! You knew that thing was here. Now that's unfair. I thought it might be there. There's a difference. Now the passcode.
1702, okay? Now let's get down to the dispensary. Of course, of course. A promise is a promise. I'm sorry for putting you through this. I'm going to step into the other room to punch the code in and prime the elevator. Then we can use the key card to take the elevator down. とりあえずは OK か。There. I'll collect my things and we can leave. こいつがなんか精神病の薬を大量に自分用になんか取ってたって書いてましたけどね。あちょっと待って、エレベーター乗る前にセーブしたいんだけど、まあいいか、大丈夫か。はあ、これか。オッケー。で。うはあ、具合が悪くなるこれ具合が悪い応急手当キットを探せ。マップを更新したいんだけど、なんか早速セーブポイントの音が、よし。上にいるかな。全体的にいろんなものが足りない。ん？なんだこれ。スタンバトン。選択。でもエイリアには効果がなさそうですよね。電気なんで機械とかアンドロイドとかには。いやー怖いな。違う違う。保安部の捜査緊急、フランク相談がある。保安部が調査中の女性の遺体がある。30代後半の女性で胸部疾患。ウェイツ長官がどれくらいの期間保存したいのかわからないけれど、とても慎重に扱う必要がある一体。
遺体の保存方法や諸々のことについて相談したいから私のオフィスまで来てもらえる。リンガード上級医務官。胸部、これはエイリアンが産みつけられた死体じゃないですかね。それをウェイツは保存したいって言ってきたと。リンガードもフランクも、まあ、ウェイツに言われたんで、とりあえずは大丈夫か。フランク、サンクリストバル病院の封鎖に関するあなたの懸念はもっともだと思うけれど、避難は 100% 必要な処置。これが一時的なものだということは約束する。遺体保安所の温度は冷却剤循環装置で調整する。冷却システム作動。冷却剤ユニット U6 が接続されていません。これか、冷却剤をセット。ここがない。先からドスドスドス。どっかから1個持ってこないとダメじゃないかな。ですね。これか。いや、これ拳銃で撃たれてるような気がするな。で、こいつをセットして、どうなるんだ。これで開いたのかな、隣の部屋が。セーブしよう。セーブしよう。ダメだ。これで通気口が開けとこう。アデナイト入れないんだ。リンガード医師のオフィス。Good luck, Ripley. Hurry if you can.
できれば急いでくれって言うけどさ。あ、いる。こんにちは。こっち来ないでね。こっち来ないでね。さて、どうやって。でも空気清浄で煙で。お前、分かっているかのように。あれ、空気清浄収まっちゃった。いやー、待って、これどうやって。あ、上に上がったな。今のうちに。よし、ここがリンガード医師のオフィスだ。いや、もう来てるよこれ。いやー、怖いな。左いる。いや、こっちじゃない。これと逆に行ってしまう。向こう側に、
こっち側に行かないといけない。あ、いるいる。あ、なんか。あ、でも上にいるのか、これ。ここだ。めちゃくちゃ怖い。更新して、これか。薬品が底をつきました。リンガード先生へ伝言を残す。ウェイツ長官が病院の封鎖をする前に可能な限り精神病連の患者たちの移送準備をしておきました、今から取り残された人がいないか確認するために上階の精神病棟の見回りに行きます。薬品はもう空っぽ。うん、検視報告、フォスター C111437、 死因は極秘。報告書、リンガードさん。This is Lingard, senior medical officer, Sevastopol Station. I want toI have been placed under arrest and ransom seems to be head of operations. He made certain threats for my career and my certification. I want that on record. God, that woman needed help.寄生生物が彼女の体内に植え付けられていた。でも支社長が治療をするなと。これはシーグソン社のお偉いさんと、ウェイツはじゃあ使われている感じなのかな、社長ってか上司たちに。セーブしたい。で右上の手術室まで行かないといけない。マップが更新されてないから右にいます。でも上にいるのかな。いや、
でもこっち側に行きたいんだけどな。そしてセーブがしたい。まずなんだコントローラーなんかバカになってるな。俺のいるなあ。あ、でもびっくりして上に、あ、逃げてった。エイリアンはやっぱりあれかな、映画と同じで火が苦手というか、じゃあどうやっていくか。こっち側からしか、エリアいなくなったな。いや、あ、いや、タン隠れる場所ないよ。これ何、シャワー室、セーブポイントがない。来てる。僕の進む方向に。入ってきてる。なんだろう、なんか大衆でも出てんのかな、リプリー。妙に妙にしつこく。出たら左の方ですね。あれ、いける？これ。これはなんか右、この辺のなんか警備デスクとかなんかいじらないといけないとか。そんな感じだな。来ないでくれ。ああ、びっくりした。
セーブ。こっち来れないでしょ、エリアン。ここあるぞ。あ、キーカードだ。おお、はい。で、今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。